プロデューサーさん、今日は付き合ってくれてありがとうございます。はい、お母さんと共演していたアイドルを見て、改めて演技は大事だなと思ったんです。それに演技の勉強といえば、やっぱり実演あるのみですからね。こうしてプロデューサーさんと遊園地に来れるなんて嬉しいです。はい、恋愛やデートについて知識が増えれば、より演技の幅が広がると思いまして。プロデューサーさん、どうかしましたか？時に仕事のことを考えるのはマナー違反ですよって本に書いてました。でも私こういうことは初めてで、だからこそ信頼できるプロデューサーさんとこうやって、あ、でもデートって具体的に何をすればいいんでしょうか。よくよく考えれば二人きりですし、少し恥ずかしくなってきました。私だけ帰るのが名残惜しいです。今日はとても勉強になりました。私もっといろいろな経験をするべきだったんだなって思いました。それでまたプロデューサーさんと別の場所に行ってみたいんですが、どうでしょうか。絶対ですからね。約束ですよ。ありがとうございます。と、それじゃあ帰る準備をしないといけませんね。プロデューサーさん、変なこと聞いてもいいでしょうか。アイドルとしてもっと高みに登ったら、見える世界が変わるんでしょうか。そうですね。だからみんな頑張ってるんですね。私もそんな場所に行ってみたいです。はい、プロデューサーさん、よろしくお願いします。
から行き当たりばったりで行きましょう。プロデューサーさんが乗りたいものから順番に回っていきましょう。